酒井様、よろしいでしょうか。話があります。ああ、何事だ。ここではお話できません。こちらへ。兵衛と申します。この店の主。何か買ってもらいたいのか。いいえ、別荘もありません。ここでいいでしょう。誰にも聞かれません。何用か申してみよう。村の春男がおかしなことをしているようで、日が沈むと村を出て、そのまま夜明けまで戻ってこないのです。昨夜後をつけたら、墓所の近くにあるあばら屋で野党と会っていました。野党だと？それは気になるな。あばら屋を見つけ企みを暴こう。よく話してくれた。とんでもございません。いい子だ、影。走れ、影！春男とやらはここで野党と会っておるそうだが、人はおらぬか。調べてみよう。灰が多いな。幾度も火がつけられたようだ。誰かの飯食ったばかりだ。晒しぬのか。わずかに違う。おそらく浅手だな。これは確かに怪しいな。一度隠れて春男や野党が戻ってくるのを待ってみるか。だが猛虎兵を見かけた。俺たちを探してるんだ。急がなければな。で、何を持ってきた。神社の御神体。おお、そりゃいいな。猛虎に奪われなくてよかった。早く埋めようぜ。野党め、どこに運ぶつもりだ。誰か来ないかよく見ておけ。
他の連中は隠れてる。何度か猛虎が小屋のそばを通ったが、今のところ誰も見つかってない。おい、聞こえたか？馬だ。猛虎、隠れろ。去ったな。行くぞ。うん、運が良かった。この前タモンが見つかったんだ。騎兵が増えてきたな。あの侍のせいだ。どの氷でも奴を見つけようと躍起になった。いっそみんな殺してくれるやな。もうすぐださっさと街道から離れようぜ。タモンはどうなったんだ。ダリ塚の上で貼り付けにされたんだよ。死ぬまで悲鳴を上げてた。そりゃひでえ。それじゃ早く済ませよう。何をしておる。ご神体を埋めることになるとはな。猛虎に持っていかれるよりはマシだろう。野党ではないようだな。急げ、嫌な感じがする。お主ら、そこを動くな。まずい、つけられてたんだ。あれ、例の侍だぞ。あなた様でよかった。野党からさような言葉を聞くとはな。それは誤解です。アザマ浦から猛虎を追い払われたそうですが、奴らが戻ってこないとも限りません。だから神社の貴重なものを隠しているのです。奪われぬよう。コウタロ、騎兵、大変だ。どうした、みんな置いてきたのか。小山、見つかったんだ。みんな捕まったのか。殺されるぞ。敵は何人だ。数えきれないほどです。戦える者は。俺と騎兵が。ついてこい。他の二人は小屋の仲間を守れ。ウグは手近な者を使え。猛虎だ。四方から来るぞ。隠れ。危ない。
の百姓なのに。誰か深手のやつは。いや、お前らのおかげでな。俺たちじゃない、酒井様のおかげだよ。この者らは蒙古から逃げてきた者や家を失った者です。守っておったのか。そのつもりです。後で盗むため宝を隠したのではないのか。違います。金が欲しいのではなく、蒙古が去った後のことを考え人助けをしたいのですならば浅間浦に連れて行こう。あそこなら安全だ。止まれ、野党どもが何の用だ。村には入れんぞ。俺の連れだ。野党であろうともかくまってやってくれ。ですが信用できません。こやつらは蒙古と戦った、守りの役に立とう。そうおっしゃるなら門を開けろ。こいつらを通してやれ。酒井様、お礼の言いようもありません。仲間を守ったように村を守れ。約束します。蒙古が去った後、宝の在りかを皆に知らせるのだぞ。もちろんです。信じてくださりありがとうございます。生き延びような。